皆さん、こんにちは。こんにちは。本日は9月11日土曜日に開催されます、K-1 ワールドグランプリ2022ジャパン横浜祭りに出場される県にゆかりのある選手の方々にお越しいただきました。それでは本日の出席者をご紹介させていただきます。黒岩祐治、神奈川県知事でございます。ありがとうございます。スポーツ局出席者につきましては先ほどご挨拶させていただきましたので割愛させていただきます。続いてご来庁いただいた方々のご紹介をさせていただきます。 K-1 広報担当、山内隼太様でございます。お願いします。山内様よりご挨拶並びに選手の皆様のご紹介、選手の方々より試合に向けての意気込みをお聞かせいただければと思います。それでは山内様、よろしくお願いいたします。はい、K-1広報の山内と申します。よろしくお願いいたします。本日はお忙しい中お時間いただきありがとうございます。この度 K-1 ジャパングループとして3度目となる横浜アリーナ大会が9月11日開催されます。昨年はコロナの影響で外国人選手を招聘できない中での開催となりましたが、今年は外国人選手も招聘し、3年ぶりに通常通りの大会を開催いたします。本日はその横浜アリーナ大会に出場する神奈川県の事務所属の4選手に来ていただきました。まず佐々木大蔵選手。佐々木大蔵選手は K-1 ジム相模大野クリスト所属で、今大会では K-1 のスーパーライト級王座に挑戦いたします。じゃあ佐々木大蔵選手、意気込みお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、僕は今クラッシュっていう団体のチャンピオンであるんですけど、次、今回の試合 K-1 のチャンピオンにタイトルマッチとして挑ませていただく試合がありまして、まあ世界チャンピオンのベルトをしっかり取って、2つのベルトを取って世界一を証明したいなと思うので、はい、今回、チャンピオンを取ってまた挨拶に来させてもらえるように目指します。ありがとうございます。はい、はい、続きまして大岩選手。大岩選手は K-1 ジム相模大野プレスト所属で、今大会では第5代スーパーフェザー級王座決定トーナメントに出場いたします。では大岩選手、お願いします。はい、今回の大会の世界トーナメントに出場します。僕初めてこう世界トーナメントに挑むんですけども、そこでしっかりと、優勝して、それからまた K-1 を自分らしくもっと大きくしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、続きまして西京春馬選手。西京春馬選手は K-1 ジム相模大野プレスト所属で、今回3年ぶりの復帰戦となります。で、TVK テレビ神奈川さんの開局50周年記念試合に出場します。ではお願いします。神奈川県の沖縄市出身の平山です。初めての横浜祭りでちょっと怪我してしまいまして、で今回約3年ぶりの復帰戦になるんですけど、ボクシングと K-1 を知らない人でも見てて面白いなと思えるような試合をしたいと思うので、ぜひ注目よろしくお願いいたします。はい、続きまして林健太選手。林健太選手は元 K-1 ライト級王者で、 K-1 横浜アリーナ大会には3年連続出場しております。はい、林健太選手、お願いします。ここにいる3人より一番盛り上がる試合をして皆さんを興奮させるよう頑張りますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。続きまして黒岩知事よりご挨拶申し上げます。わざわざ県庁までお越しいただきありがとうございました。これ何でしたね、K-1 ワールドグランプリジャパン2022横浜マッチですか、ご出場おめでとうございます。地方プロレスの選手っていうのはでかいじゃないですか、ガッと思ってる。ついこの間もですね、全国知事会が久々にこうリアルで開かれたんですけど、今の市川県知事という長谷博さんというプロレスなんですけど、たまたま隣だったんですけど、もう体が全然違うというか、
こんなで、首だとこんな太くて、こんなでっかい、プロレスラーのこの体型をされてますよね。そういうイメージで、K-1 のこの皆さん、前回思った時もそうなんですけど、すごく華奢だなっていう印象でしたよね。そんな中で、前回試合見させていただいて、まあその躍動感というか、すごいもんだなという感動した思いがありました。そんな皆さんがまたさらに精進化されてですね、またこの素晴らしいステージを持ってこられて、本当に心から応援したいと思います。特にその西京選手はね、大変な大怪我をされたというので、3年ぶりというのは、本当にそれはリハビリ、それだけ時間がかかったということですね。そうですね、手術とリハビリで、まあ、結構時間がかかりました。手術もされたわけですよね。いや、そしたらそれだけで期する思いがあると思いますけどね。本当に皆さん、本当にその怪我ともね、ギリギリのところでやられると思いますけども、ぜひご自分の目標の、ね、成績がしっかり残せるように頑張っていただきたいと思います。ぜひ素晴らしい一日になることを心から期待したいと思います。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。なんかこういつもと違う雰囲気というか、ね、この場所もそうですけど、まだ緊張しましたね、はい、言葉にすることでこう有言実行をしっかりできるように、そしてね、K-1 のベルトを次はチェジにこう負けるように、そして挨拶来れるように、今9月11日は、しっかりその有言実行させたいなと思います。初めてでちょっと緊張感がある中でしたけど、まあ、ちょっと試合に向けてもう近いんですけど、またちょっと身が引き締まったというか、はい、まあ、今回スーパーフェザー級トーナメントということで、まあ、過酷なんですけど、まあ、ここをしっかりと勝ち取ってベルト巻いて、またベルト姿で訪問できるように頑張ります。まあ、1回目はめちゃくちゃ緊張したんですけど、まあ、2回目、1回目ほど緊張しなかったんで、でもこういう真面目な空気やっぱり苦手なんで、ちょっとやっぱりやりづらかったですね。まあ、前回表敬訪問、横浜祭り1回目で来て、足骨折してしまって、いい思い出ないんで、僕はしっかり勝って、また次回開催されるときに来たいなと思います。前回はチャンピオンの時に来れたんですけど、今回はチャンピオンベルトがないので、またしっかり頑張っていて、ベルトを持ってこれるように頑張ります。煽り映像でも見た通り、ガン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 いって、イケイケどんどん、でしっかり倒して、ニコニコバイバイ。